国民民主党はかつて存在した日本の政党。2018年5月、民進党、希望の党から分党した国民党の両党が合流し、手続き上は民進党が透明変更する形で決闘された。立憲民主党などとの合流協議をめぐり分裂し、2020年9月11日に新・立憲民主党の決闘に参加する議員を中心と、 する民主党と新国民民主党に分党することで回答した。合流協議の始まった2018年4月当初、民進、希望両党の議員から新党の名称に民主党を押す声が根強く存在したが、すでに公式略称を民主党で届け出ている立憲民主党側が不快感を示したことや、また立憲民主党の略称と重複する件について、 総務省が難色を示したため断念した。4月23日に両党が開いた会合では、国民党、国民民主党、改新党、共和党、中道民主党、民政党、未来民主党、日本民主党、平和民主党、経済民主党、立憲自由党などの案が出たほか、希望の党の若手議員らが透明として、新党ゼロを提案し、プロモーションビデオを制作するなどした。 翌24日には、両党幹部による新党協議会で党名を国民民主党とすることが決定した。英語名は、当初はナショナルデモクラティックパーティーが検討されたが、党内からナチスを連想させる右派政党と誤解されるとの批判が出たため、デモクラティックパーティー for the people に落ち着いた。決闘時の略称は国民党で、 公職選挙法上でもこちらを用いることとしていたが、2019年の第25回参議院議員通常選挙では民主党を略称とした。これに伴い党規約からも略称部分が削除された。報道時には国民党のほか、国民、または国民民主が使用される。また参議院では単独会派時代の会派の略称を民主としていた。 小池百合子東京都知事が2017年7月に行われた東京都議会議員選挙で自ら率いた地域政党都民ファーストの会が圧勝したことを受け衆議院の解散総選挙へ向けての流れに乗り同年9月に希望の党を結成したこの党には当時の民進党を折り党除籍となった細野岳長島明久ら星系議員が決闘に参加しており 彼らを中心に9名の国会議員が集まり、政党としてスタートを切った。衆議院解散を前に、当時の民進党代表であった前原誠司は小池代表との会談により、民進党の希望の党への合流が取り沙汰され、解散当日の9月28日、民進党は党として、直総選挙への公認候補を擁立せず、希望の党へ公認を申請。 事実上希望の党へ合流することを前原が提案し了承された。しかし、その後小池が党の政策と一致しない候補を排除する趣旨の発言を行ったことから一部の民進党議員が反発。枝野幸男党代表代行はリベラル系議員の新たな受け皿として立憲民主党を結成し、岡田克也、元党代表、野田佳彦前首相のように 無所属で選挙戦を戦うことを選択する候補も出て、民進党内の分裂に至った。同年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙では、党代表である小池が、都政に専念することを理由に、同選挙へ立候補しなかったことや、小池自身の言動の影響もあってか、公認候補235名の内小選挙区で18、議席。 比例代表で32議席の50議席の獲得に止まり、野党第一党は54議席を獲得した立憲民主党となった。選挙の結果を受けて、小池に対する責任論が紛失し、その後行われた共同代表選挙で、玉木雄一郎が党の共同代表に選出されたが、小池はほどなくして共同代表から退き、党代表は玉木に一本化された。 一方、参議院議員が残留した民進党では、党所属議員が希望の党公認として選挙戦で戦い惨敗したことや、党分裂を招いた責任を取り、前原が党代表を辞任。その後行われた党代表選挙では、大塚公平が無投票で公認の党代表に選出された。党代表がそれぞれ交代したことで、2017年末に、 民進党側が立憲民主党、希望の党との統一会派結成を求めたが、衆院選からの一連の経緯で、希望の党に不快感を持つとされる立憲側の拒否や民進党内からも異論が噴出し、蓮舫元党代表など一部議員の立憲民主党への移籍を招くこととなった。一方、希望の党側は統一会派結成に前向きな構えを見せたが、 安全保障や憲法に関する見解の違いから、松沢成文参議院議員団代表ら、保守系議員の反発を招き、希望の党側も分裂を招きかねない状況で、くすぶり続け、翌2018年に入ると統一会派結成を見送る状況となった。その後、同年3月に民進党、 希望の党の両党が合流した上で新党を結成する構想が表面化し、4月に入ると新党結成への両党の協議が本格化。同月26日に民進党、大塚代表と希望の党、玉木代表が合流による新党、国民民主党結成の合意書に署名した。これを受けて、希望の党側は玉木代表ら新党参加組と、 松沢ら保守系メンバーの分党を決定。松沢ら5名は別の新党を結成して、希望の党の名称を引き継ぐこととなった。一方で、両党の一部議員から、立憲民主党を軸とする野党再編を目指す立場から、2党のみでの請求な新党結成に対する反発が強く、新党結成発表に前後して特に、民進党側からは、小川俊夫ら複数の参議院議員や、 民進党籍を持つ部所属の会の大半が新党への不参加を表明し、民進党を離党、一部議員は立憲民主党へ入党した。希望の党側も分党した松沢ら5名のほか細野長島ら決闘メンバーの多くは新党に参加せず、立憲民主党との連携を重視する大串弘氏らも不参加となった。新党結成の手続きとしては、まず、 希望の党を回答し、玉城ら新党合流組が国民党、松沢らが希望の党をそれぞれ決闘する形で分党し、このうち玉城らの国民党が決闘間もなく民進党に合流の上、民進党側が国民民主党へ同盟を変更する方式を取ることとなった。したがって国民民主党は法規上1九十六年結成の民主党、民主党、 1998年結成の民主党、民進党と同一政党の流れを組むこととなる。2018年5月7日、党設立大会を東京都のホテルで開催。党参加国会議員は衆議院39人、参議院23人の計62人で5月6日時点の民進党53人。 希望の党54人の両党合計107人の約58%に止まり、立憲民主党の63人を下回って、野党第一党の座には届かなかった。また、民進党代表の大塚公平、希望の党代表の玉木雄一郎が共同で代表に就任することが承認された。代表任期は9月末までで、9月に代表選挙を実施する予定。幹事長に、 希望の党幹事長の古川元久がつくなどの役員人事も決定。民進党、希望の党との相違点として総務会の設置が決まり、総務会長は平野博文が務める。同日、衆参各院事務局に会派変更も届け出た。衆議院では民進党系会派が無所属の会、希望の党の会派が希望の党、無所属クラブであったが、国民民主党、 無所属クラブに変更。参議院では民進党会派だった民進党、新緑風会から国民民主党、新緑風会に解消した。さらに同日、民進党は国民民主党への透明変更を総務大臣に届け出た。原口和弘は自党の立場を自民党に代わる国民政党だと述べている。5月14日、決闘後の最初の世論調査で、 支持率が0.8%だったことについて、玉木雄一郎は、ゼロでなくてよかった。選挙を経験していない政党だから、本当の意味での信任を得ていないと思うと述べた。5月27日、玉木共同代表が、党会合で、国民民主党を中心とした政権交代を2022年、2023年を、目処に実現したいとの目標を発表した。 5年ほどのスパンで地道に力をつけ、政権を担える塊を作ると述べ、同時にこれからの日本を見据えた堂々たる政策集団として、党を育てたいと強調した。対決より解決を掲げており、政府与党に徹底抗戦の姿勢の立憲民主党と路線対立があると、産経新聞に報じられた。7月18日の闘争務会の中で、 合流後初の代表選挙を行うことが決められ、8月22日、告示、9月4日投開票のスケジュールで行われることや、基本的なルールは、旧民主党民進党のものを踏襲するも、新しいルールとして、立候補に必要な推薦人を、所属国会議員20人から、所属国会議員数の15%に当たる10人、それと同数の地方議員に改めることも決定。 8月22日、2018年国民民主党代表選挙が告示され、玉木雄一郎共同代表と津村啓介衆議院議員の2名が立候補を届け出た。同日、柚木道義衆議院議員が党が掲げる対決より解決路線によって野党の分断がますます加速したと野党共闘に対する党のスタンスに異議を唱え、離党届を提出したが、 党執行部は代表選挙告示、立候補受付開始の直前に行われた行為は、党の名誉、信頼を傷つけ、党の結束を乱す、配信行為として、離党届を受理せず、ゆずきを除籍処分とした。同党から除籍した国会議員は決闘以来初となった。9月2日、党が義務である障害者一人の雇用を達成しておらず、 ハローワークへの報告も怠っていたことが発覚した。9月4日、代表選挙が党を開票され、玉木共同代表が津村衆院議員を204から74で下し、代表続投が決定。新執行部の発足9月11日、新執行部の人事が発表され、焦点となっていた幹事長人事では玉木新代表の側近である。 古川元久前幹事長の続投を見送り、平野博文元官房長官を新しい幹事長に起用。古川は代表代行として処遇し、代表選で玉木と争い敗戦した津村啓介元内閣府政務官を副代表に抜擢。10月9日には参院議員会長選挙が告示。現職の大塚公平党代表代行の他に、 立候補の届け出がなく無投票で再選が決まった。10月11日、立憲民主党と国民民主党、それに両党の支持母体である連合が来年の参院選に向け、一陸をはじめとする選挙区の候補者について野党間で調整する必要性を確認する覚書を交わしたことが判明。10月15日に今井正人衆議院議員が同19日には、 長浜博之参議院議員が離党届を提出。党は同22日に長浜の会派大会を承認したことから参議院でも野党第二会派に転落した。なお、両名は11月21日付で除籍処分となった。同日、フランスの人民共和連合党首と国際情勢にまつわる意見交換が行われた。 明けて2019年になると1月15日に伊藤俊介衆議院議員が離党届を提出立憲民主党会派立憲民主党無所属フォーラムへの入会を届け出ておりさらに無所属の会から13人中9人が立憲民主党会派に入会したことで立憲民主党との勢力差が広がりつつある状況となった自由党の合併統一地方選 同月22日夕方、玉木代表と自由党の小沢一郎を共同代表が東京都内のホテルで会談し、両党の合流へ向けての方針に合意したことが伝えられた。これを受けて、翌23日に行われた総務会では合流に向けての具体的な交渉を玉木に一任した。同月24日、玉木、小沢両代表の会談で、衆参両院での統一会派結成に向けて、 合意した。一時は参院での第一会派に踊り出るも、同日24日に立憲側が社民党との統一会派結成に合意。これにより、参院での議員数が国民自由、立憲社民の両統一会派で、それぞれ27人となるため、官邸により、立憲が再び参院、第一会派を握ることになる。さらに、同日には、藤田幸久参議院議員が、 国民民主党に離党届を立憲民主党に入党届をそれぞれ提出した。2月25日にアントニオ猪木参議院議員が開廃日28人となり、一時的に参院第1会派に帰り咲くが3月6日に藤田を除席し、翌7日に会派の移動を届け出たため再び野党第2会派となった。4月の第19回統一地方選挙では、 前半戦においては、立憲民主党が改選前を約3割上回る議席を獲得したのに対し、国民民主党は伸び悩んだ。玉城は4月10日に記者会見を行い、国民民主党の党席を持つ無所属候補も含めると道府県議選では177人の立候補者に対し135人が当選したと明らかにし、当選率は2015年の民主党よりも高い。 比率となった。厳しい中で、なんとか踏ん張ったのかなという気がするとコメントした一方、立憲、国民両党の合計議席が、前回の旧民主党の獲得議席を下回っていることから、旧民主で足して減っていることが、本質的問題だと指摘した。4月26日未明に、両院議員総会を開き、採決の結果、賛成多数で自由党との合併を了承した。なお、 この採決では、海毛、近藤和也、王野元優、足立信也の4名の衆参両院議員が合併に反対した。自由党が回答し、国民民主党に合流する形をとり、透明や政策は国民民主党のものを継承する。同日、合併手続きを行い、山本太郎を除く6人の自由党衆参両院議員は、国民民主党に入党し、自由党は、 総務省に解散を届け出た。5月11日、自由党との合流に反対していた木沢氏が、党岩手県連の会合で離党する意向を表明。党党岩手県連代表の木川田徹前、衆議院議員と県連副幹事長の高橋田島県議も離党を表明した。その後も離党の動きは続き、同20日には大野が離党の意向を表明。26日までに、 岩手県連では木沢柱ら3名に加え、新たに5名の地方議員が、離党届を提出し、同日受理された。29日には、闘争かいで、木沢橋の離党届が受理され、また、山井和則国対委員長代行も離党を、検討していることが明らかとなった。大野、山井は、その後離党届を提出。大野の届け出は6月25日に受理されたが、 山井は参院選後の7月24日に除籍処分となった。第25回参議院議員通常選挙7月21日に投開票が行われた第25回参議院議員通常選挙では公認候補の当選者は改選8議席を2議席下回る6議席の獲得となった。玉城は同月24日に行われた闘争務会で 岩手県選挙区から無所属で出馬し当選した横沢隆則の入党を了承したと発表し国民民主党の党籍を持ちながら無所属で出馬当選した森本正春と合わせると現有議席を維持できたとの認識を示した。同選挙では自公両党に日本維新の会を加えた議席数が憲法改正に必要な国会発議要件を満たす3分の2を割り込み 国民民主党が憲法改正のキャスティングボートを握る形となった。また、参院側では、マシコ・テルヒコ幹事長代行らが、参院で野党第一会派を取りに行くとして、日本維新の会との統一会派を主張したが、次期衆院選に向ける県民主党との共闘を目指したい、衆院側が辞長を求める事態となった。8月2日に行われた、 両院議員懇談会では参院選での立憲民主党への強い不満が示されたほか、キラシウ衆院議員は、いずれ政権を取るという思いで、自民党と連立政権を組んで、政権運営のノウハウを勉強させてもらうべきだと述べ、野党共闘路線からの脱却を求めたが、玉城は立民も含めた政権を作っていきたい。大きな塊を作るという方針は変わっていないと述べ、 立憲民主党に対し統一会派結成や次期衆院選に向けた共同選挙対策本部の設置を提案する考えを示した。また、このごろ水面下では憲法改正に向けた多数派工作として安倍政権幹部が玉木に対し複数のルートで自民、公明両党に国民を加えた大連立政権の樹立を打診していた。この大連立構想において 国民側は政権内での埋没を恐れ野党として活動する方針を決めたことが立憲との統一会派結成後の10月に加盟静からにより明かされている。旧民進経勢力の統一会派結成一方、従来は旧民進党勢力の再結集に否定的な立場を取っていた立憲民主党も参院選では 比例の得票が2017年の衆院選から300万票以上減らすなど伸び悩んだことから方針転換し8月5日には国民民主党や旧民神経の衆院会派社会保障を立て直す国民会議などに対し立憲民主党のエネルギー政策や選択的夫婦別姓制度などの法案に協力することを条件に衆議院での立憲会派への加入を呼びかけた これに対し国民民主党は対等な立場での結集を重視し、衆参両院での統一会派結成を要求するなどし、同月20日には立憲、国民両党主幹でそれぞれが異なる政党であることを踏まえ、それぞれの立場に配慮し合うことを確認するなどとした上で、衆参両院での会派合流に合意した。両党主幹での合意後も、会派名や人事、 政策などをめぐり、立憲会派に国民が加わるとの認識の立憲側と対等な合流を主張する国民側で調整が難航したが、9月19日に立憲、国民両党及び社会保障を立て直す国民会議の代表官で統一会派結成を合意した。衆院117人、参院61人が参加し、衆院では第2次、 安倍内閣発足以降最大規模の野党会派となる見通しとなった。会派名は立憲が国民や社保に情報する形で、衆院は立憲民主、国民、社保、無所属フォーラム、参院が立憲、国民、新緑風会、社民となり、衆院は現憲法下の1947年以降では最長の会派名となった。一方、 会派人事をめぐっては、衆参両院で立憲が国会対策委員長のポストを確保するなど、立憲主導の陣容となった。9月30日、衆参両院の事務局に新会派の結成が届け出られた。新会派には、立憲、国民両勢力と社保のほか、社民党や、間ぶ澄夫、を、会も大両衆議院議員も加わり、衆院120人、 参院六十一人の勢力となった。一方で同日には桜井光さん議員議員が統一会派結成に不満があるとして国民民主党に離党届を提出した。立憲民主党との合流構想10月30日には小沢一郎が立憲民主党の枝野と会談し将来的な党の合流について意見交換を行った。 この会談は枝野から呼びかけたとされる。さらに、国民佐賀県連が11月24日に年内合流を党本部に求める決議を採択すると、立憲民主党幹事長の福山哲郎は、立憲民主党を評価し、一緒にやりたいと言われたことはありがたいと述べ、合流への期待感を滲ませた。立憲が水面下で合流への働きかけを強めるのに合わせ、 早期の衆院解散を警戒する国民の衆院議員の間では合流に積極的な意見が渦巻くようになり12月3日の党会合では中堅若手議員17名が立憲民主党との早期合流に向けた交渉入りを玉城に要請した一方で参院選でのしこりが残る国民参院側は合流に慎重な議員が多く玉城は 丁寧な話し合いを積み重ねたいと述べるに留めた。12月6日の野党投資懇談会で立憲民主党の枝野は国民民主党、社民党と野田義彦ら無所属議員に対し立憲民主党と共に行動してほしい。政権を担い得る政党を築き、次期衆院選で政権交代を現実のものにしたいと述べ、事実上の合流を呼びかけた。これに対し玉木らは 提案を持ち帰り、党内などで検討する考えを示した。国民、立憲両党の幹事長は12月19日から27日までの間7回にわたり合流協議を行い、衆参両院一体で、統合流を目指す、立憲にない代表選規定を合流後速やかに、策定する、衆院選比例代表での名簿等再順位を、同一順位とするとした方針で合意し、党首会談で、 透明や人事を含めて最終合意を目指すこととなった。玉木、枝野両党首は2020年1月7日から10日にかけて非公式、公式含め10時間以上会談し詰めの協議を続けたが立憲民主党の透明を維持したまま人事や政策含めた九州合併を想定する立憲側と対等合併を主張する国民側で議論は平行線となり、 合意に至らなかった。これを受け国民の津村副代表や小沢一郎に近い議員らで構成される合流推進派議員21名は15日の両院議員懇談会で合流協議推進を議題に両院議員総会を開くよう要求し、枝野は翌16日に国民が両院議員総会で合流方針を決めない場合は協議を打ち切る可能性に言及した。 二0日に、両院議員総会が開かれ、津村が立民と合流について、基本合意を行うことなどを求める決議案を提出したが、賛成十九、反対二十八、危険六で反対多数となり、対等な合流を目指す玉木の交渉方針が、信任された。翌二十一日に、平野、福山両幹事長が会談し、平野は引き続き合流協議に応じるよう要請したが、 福山はこれ以上の情報は難しいとの考えを示し、協議は当面見送られることになった。また、22日には村が両院議員総会の際に決議案の提出に、先立ち自身のツイッターに決議案を掲載したことが問題視されたことを受け、議事を混乱させたなどとして、身体伺いを提出。29日の総務会で受理され、副代表の職を解かれた。 1>, 1月30日の参議院本会議での例は元年度補正予算の採択の際、増子照彦と羽田雄一郎が党の方針に増反して賛成票を投じた。28日の衆議院本会議での採決でも羽田と同じ長野県内選出の篠原隆下條光が党の方針に反して棄権している。いずれの議員も令和元年東日本台風の 被災地の選出議員であり、予算案に災害からの復旧、復興費が含まれていることを理由に増反した。2月5日、党はマシコを役職停止、羽田を厳重注意とする処分を決定し、これを受けマシコは幹事長代行を辞任した。立憲などとの統一会派をめぐっては、参議院では会派結成から合同議員総会すら開くことができないなど、 信頼調整が進んでおらず、2月下旬から参議院での統一会派解消論が持ち上がった。3月9日の立憲民主党の役員会で参院、国民幹部と会派解消を協議していることが報告され、会派解消の動きが大やけに報じられるようになった。3月25日の国民民主党の参議院議員による会合では、 大塚参議院議員会長が一旦会派を解消することも念頭に、両党の参議院幹部が信頼の情勢に向けて対等に協議する場を設けることを立憲民主党側と検討していると報告し、立憲民主党側との調整を引き続き大塚に一任することが確認された。しかし、3月30日には立憲民主党が衆院側で反対論が根強く、 両院議員総会で承認される見通しが立たないことから、会派解消協議を棚上げすることを発表し、国民民主党側も党内手続きを止めることとなった。野党再編へ7月15日、半年ぶりとなる国民、立憲両党の合流協議が行われ、両党の幹事長が国会内で会談した。この中で、立憲民主党側は従来主張していた、 九州合併方式から転換し、両党を回答した上で新党を設立し、決党大会で党代表選を実施するなどの提案を行い、国民側に情報した内容となった。一方、新党の名称は立憲民主党とする意向を示した。これに対し国民民主党が新党名に民主党を推薦が多数を占め、22日の幹事長会談では、 新党構想におおむね賛同するとしつつ透明については投票などを念頭に民主的な手続きでの決定を要請する逆提案を行った。また、玉木は新党を作る以上一致点があるべきだと述べ消費税率の次元的な減税や憲法改正に関する方針の一致についても立憲側に賛同を求める意向を示したが平野は共通認識の形成をと 口頭で求めるにとどめた。透明の扱いをめぐっては、立憲民主党内のリベラル系グループである赤松グループが枝野らに対し透明検事を強く求めていることもあり、協議が膠着していたが、8月6日、小沢一郎が枝野と会談し透明について、投票での決着を要請。立憲民主党側は、翌8月7日の幹事長会談で同方針を受け入れる考えを示した。 8月11日、合流の賛否をめぐり臨時執行役員会が開かれ、党内の意見がまとまらないとして、合流賛成派と反対派で党を分割する、分党を行う方針を決めた。また、玉城は、役員会後の臨時記者会見で、同方針を発表したほか、消費税減税など、政策の不一致を理由に自身は、合流新党に参加しない意向を示した。同月19日に、 両院議員総会が開かれ、立憲民主党と合流指針党を結成する案が賛成57反対二の多数決で了承された。玉木が主張する文党については合流推進派の反対で総会の正式議題にはならず、合流に参加しない議員の扱いは玉木と平野に一任する方針を決定した。8月24日、国民民主党、立憲民主党と 統一会派内の無所属議員グループ社会保障を立て直す国民会議無所属フォーラムの各幹事長が国会内で会談し合流新党結成に向けた基本合意書に署名した。一方、9月1日には UA 前線や電力総連など国民民主党を支持する6つの3別が合流新党の考慮案に原発ゼロの文言が入ったことや、 改革中道の表現が盛り込まれなかったことを理由に、組織内議員の合流を見送ると決定し、これを受け9人の組織内国会議員が合流新党への不参加を決めた。9月3日に合流新党への参加届出が、締め切られ、翌4日に国民、立憲両党が合流新党への参加者を発表。国民民主党は、所属議員62名中40人が参加し、 玉木ら22名が不参加となった。合流新党は9月10日に代表、透明選挙を実施し、9月15日に決闘大会を開くこととなり、一方で玉木ら合流不参加議員を中心とする新党も9月15日に決闘し、代表選を実施することとなった。9月8日に国民民主党の総務会が行われ、玉木が要求していた。 合流不参加者の分党了承国民民主党は11日に分党に伴う回答を総務省に届けで15日の合流新党結成までの間の暫定的な新党民主党と玉木ら合流不参加者による国民民主党に分かれることとなり総務会では玉木側が引き続き国民民主党の名称を使用することも了承した。新 国民民主党には13人が参加するほか、民主党には合流新党参加者40人のほか、いずれの新党にも参加しない9人も暫定的に在籍する見込み。残存資金は議員数に応じて比例配分することとなり、翌9日の両院議員総会で上記方針が正式決定。民主党の代表には平野白文が就任した。 11日の党大会で回答が正式に決定し、国民民主党としての2年4ヶ月の歴史だけではなく、1996年の民主党決闘以来、法律上24年弱続いてきた政党の歴史にも幕を下ろすこととなった。政党、会派の移動先は以下の表の通り、現実的な安全保障の立場と日米同盟重視からアジア重視へのシフトを標榜する外交。 防衛政策、革新的イノベーションによる、経済成長の実現、地域主権改革、政府の再配分機能の充実を訴える。理念として、恩恵保守からリベラルまでを包摂する国民が、主役の改革中道政党を考慮に掲げるが、日本大百科全書によれば、民進党の分裂時に、党内リベラル派が、立憲民主党に移ったため、同党は改革保守の色合いが濃い。 玉木代表は、アベノミクスの最大の弱点として消費が盛り上がらないことを挙げ、2019年の参議院選挙の公約で、子育て支援の拡充と家賃負担の軽減を柱とする家計大事を訴えた。2020年度定期党大会では、大企業、大都市優先で社会分断、格差を拡大している、安倍政権の経済政策から家計、地域優先の 家計第一の経済政策へ舵を切り、家計、教育、科学技術を中心とした新しい経済発展モデルを示すと説いた。前述の通り、改革中道政党を考慮に謳っている。中道について、大塚代表は自分の考え方や価値観だけで物事を裁かず、異なる意見も認め、熟議を尽くし、結論を見出す。 議論の方法論であり、民主主義そのものと言っても過言ではないとした。そして、様々な課題を現実的に改革、解決していく上で、民主主義的な手法を徹底して守り前進していく、姿勢と精神を改革中道政党という言葉で表現したという。なお、東京新聞、アベマタイムズ、日本経済新聞は、中道改革政党と報道した。に、 以下の内容を掲げた。政党女性法上では民進党が透明変更する形で設立されているため、同党の地方組織を引き継いでいる。旧希望の党で事実上唯一の地方組織であった希望の党愛知県連は2018年5月12日に国民民主党に合流する方針を決めた。一方で新党への移行をめぐり、 無所属での活動や立憲民主党への入党を希望する地方議員の離党が相次ぎ、一部の県では、旧民進党系地方議員の受け皿として、新生愛知、三重新生の会、千葉民主連合などの地方政治団体が設立された。大塚共同代表は7月5日の記者会見で、旧民進党の地方議員約1500人のうち、約半数に当たる約800人が、 国民民主党に参加したと発表した。党員、サポーター制度は民進党のものをほぼそのまま引き継いでいるが、党員の党費は民進党時代の6000円から4000円へと値下げされた。2018年7月31日時点での党員、サポーター数は76,596人であり、旧民進党時代の236,131人から3分の 一の数となったことが報じられた。党員は18歳以上の日本国民に限定されている。サポーターは18歳以上であれば、在留外国人も登録可能であるが、日本国籍を有しないサポーターは、国民民主党代表選挙への投票権は付与されない。希望の党出身者は一部を除き第48回衆議院議員総選挙に、再して当時の民進党代表、 前原政治の方針に従って、民進党から希望の党に移籍したメンバーである。原口、平野及び篠原隆の3名は、民進党席を許しながら、同選挙では、無所属として、候補、当選し、民進党系会派、無所属の会に所属していた。長山は、会派、国民民主党、新緑風会所属の無所属議員である。民社協会、 両運会と自由警戒と直感の会が立憲民主党との超党派グループとして活動している。野田グループは新進党や日本新党などの出身議員を中心とし、直感の会はみんなの党や維新の党出身の議員が中心である。旧民進党を支援してきた日本労働組合、総連合会参加の労働組合のうち、UA 前線や自動車総連、 電力総連、ジャムなど会見を容認する旧同盟系の産業別労働組合は会見に前向きな国民民主党を支持している。2017年の第48回衆議院議員総選挙を前に民進党が分裂し希望の党への合流を進める中、民進党、日本共産党、社会民主党、自由党と連携していた。 安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合は安保法制を容認する希望の党と共闘することはないと共闘を否定。希望の党から分党した国民党が民進党と共に国民民主党を決闘した3日後に発表した表明当たり前の政治を求めての中でも自公安倍政権に加え2017年の 民進党の希望の党合流の経緯に対して改めて批判的に言及するとともに、これからも立憲民主党、日本共産党、社会民主党、自由党とさらに健康感や政策協議を重ねるとともにと、共闘対象の筆頭には立憲民主党の名を挙げる一方で、国民民主党については連携政党から除外していた。2018年9月13日、 国民民主党は市民連合の新宿街頭演説会に参加し、国民民主党の平野白文幹事長は、安倍政権が解釈会見を行い集団的自衛権の限定行使を可能にしたことを取り上げ、私はこの点は絶対に許すわけにはいかない。憲法とは国民の皆さんの守り神、宝だと強く訴えた。9月24日。 党本部で開かれた新執行部発足後初となる全国幹事会で執行部側は幅広い野党の結集を目指す考えとして第25回参議院議員通常選挙に向けた日本共産党との選挙協力について市民連合を仲介役とする方針を示した11月16日野党五党一会派と市民連合との意見交換会に平野が出席し 安倍政権を倒すだけが共通認識ではなく倒せば次の日本がこう変わるというワクワク感を出さないといけないとして市民連合との連携を作るために必要な考えを示した。2019年2月14日の意見交換会も同様に出席した。ありがとうございます。